KT-100 系機動車は、熊川鉄道が1989年の開業に合わせて製造した鉄道車両である。本記事では、ほぼ同系の KT-200 系機動車についても記述する。九州旅客鉄道湯の前線が1989年10月1日に第三セクターの熊川鉄道に転換されるのを前に、 新潟鉄工所により k t 1 0 0系4両、k t 2 0 0系3両が製造された。KT-100 型は座席がセミクロスシートで便所なし、KT-200 型は座席が全席ロングシートで便所付きとなっているが、基本構造は両形式とも同一である。両形式ともワンマン運転に対応した構造である。 k t 2 0 1は日本宝くじ協会が寄贈した宝くじ号でイベント仕様となっていた。KT-500K の導入に伴い、2014年12月までに、工術の熊に改造された車両を除き営業運転を終了。さらに、熊に改造された2両も2016年6月に営業運転を終了した。 新潟製 NDC の第一世代にあたる。車体は長さ16メートル級で両端にバス用の折り、扉を設置し、扉間に上段固定下段上昇式のユニット窓を7枚設けている。前面には貫通扉を設け、前面窓がやや傾斜しており、左側前面窓の上に方向膜を両側前面倉下に全小灯飛び灯を。 貫通扉上に全消灯を設置している。乗務員室扉は設けず、客室から運転室に出入りするようになっている。車体塗色は白地にピンク色と薄い青色の帯の塗装であるが、k t 2 0 1は白地に虹色模様の塗装である。室内は KT-100 型が中央部を向かい合わせの固定クロスシート、ドア付近をロングシートとした。 セミクロスシートで、KT-200 型はすべてロングシートとなっている。ワンマン運転に対応するため運転室は木に、運賃箱と整理券発行機を備えているが、運賃表示機はなく、三角運賃表による運賃表示としている。KT-2001 は、車内にビデオモニターとカラオケ装置を備えている。冷暖房装置として、 機関直結方式の冷房装置と、温水温風ファン方式の暖房装置を備えている。エンジンは、出力 250PS、1900rpm の、新潟鉄鋼所製 DMF13HS で、台車は、同台車二軸駆動方式の空気バネ台車である。開業時から7両全車が、油前線で使用され、ラッシュ時には、 元九州旅客鉄道規三 31K の KT311 と連結して運用されることもあった。KT-500K の導入により、熊 -1 クマ -2 に改造された車両のみが運用されていたが、2016年に運用を終了し、全廃された。2009年、KT-103 と KT-203 が、三桜エイジのデザインによる、 改修工事を実施され、k t 2 0 3には熊、熊 -1、k t 1 0 3には熊、熊 -2 の愛称が付けられた。二両とも外部色は、新緑色に、各種のロゴを入れた塗装となっている。熊 -1 は、沿線地域の自然と博物史をモチーフにした、車内デザインで、車内のロングシートが一石ごとに、背もたれと、 座布団を分割した木製の座席に取り替えられ、床はフローリングとなり、壁面などに沿線地域の動植物のアクリル風入標本やグラフィックボードを設置している。座席定員は32名。熊マイナス2は沿線地域の見どころをイメージした車内デザインで、座席配置はセミクロスシートのままであるが、木製の座席に取り替えられ、熊マイナス1と同じく床は、 フローリングとなっており、座席定員は47名である。このリニューアル車両は2009年4月1日に運行を開始したが、2016年6月26日に運用を終了した。廃車後は2両ともに、朝霧駅の側線にて、生体保存されている。ありがとうございます。